2番です右の図のように奇数を正方形状に並べる、えー、この時対角線上に並んだ数の列151325は次のどのように2つの整数の2乗の和で表すことができるかという問題になっています、えー、今回はこの真ん中の数151325と、まあ、こいつらがどんな規則性になっているかということを求める問題です 規則性にはいくつか種類がありますけれども、まあ、今回は理屈で考えていきたいと思います、えー、まずですねこのせっかく出ているところのやつを、えー、1番目ということで n イコール1ナンバー1としときましょう、えー、そうするとナンバー2ナンバー3ナンバー4というふうに整理してありますで出だしは1の2乗足す0の2乗で1になるんですよということが書いてあるんですけど 2番のとこちら側が1の2乗と書いてあります。ということはここの中身は1だということになりますから5になるためにはこちらが4じゃなきゃいけないと。何の2乗にすれば4になるかを考えると、まあ、自動的に今回の答え2の2乗が出てくるわけです。とするとやはり普通に考えると1、2ときていますから。 3番目のやつではここに3が入るんではないかと当然ながら想像しますえそこで3を入れてみると3の2乗で9になりました、えー。こちらが9になると13になるためにはこっちに4が入らなきゃいけない4が入るならばここは2の2乗だろうというふうになります、まあ、ちなみにこれは記号が同じ「あ」になっていますから、まあ、これは間違いなく確定するわけでありますけど、えー、そうすると 4番目じゃあ123ときたんだから当然ながらここに入るのは4だろうと予測をできます。4の2乗だと16になりますからえということは25になるためには16たすこっちが9じゃなきゃいけないですね。じゃあ9は3の2乗なので3とまあこれももちろん先ほどの同じ「い」になっていますからこれも確定をしてくるわけです。 これであいうのところの入る数字というのは全部決まりましたではここでですねここから文字式をきちんと作っていくという作業をしたいと思いますえー、必ずここの数字は1234と続いていって1番目の数2番目の数と連動していますからまずえー、N の2乗となるのは間違いないと足す こちら側も0から始まって123とこれで言ったらこの1番目2番目の数で考えるとここから1を引いた数ここから1を引いた数というふうになっています。であれば今度は n ス1の2乗と n 番目の数は n の2乗プラス n、n ス1の2乗になるとこれで今回どんなふうに数字が出てくるかということが分かりました。 じゃあこれを使って7番目の数は一体いくつになるかということになっているので n が7の時には7の2乗プラスカッ7マイナス1の2乗こちらの見つけた規則性に7という数字を入れてみたということになりますすると7749プラス6636ですから えこれを最終的に足してあげればいいと、こういうことになってくるわけです。それで足し算を後はして答えを出すということで、49足す36ですから、85ですね。はい。ということで、じゃあ、a おのところには、85が入りますよというふうに、ここまで出すことができました。では次に。 最後ですね221という数が来るのは何番目かということになっていますけどじゃあここですねこれの答えが221になるんですからじゃあもう一つの計算は n の2乗プラスかっこ n-1 の2乗が221になるのは n がいくつの時かと考えてあげればいいと、えー、あとはこれを解けば解けるだろうというふうに思います。 すると 2n の2乗マイナスの 2n マイナスの220になりましたさあでは2で割って n の2乗マイナスの n マイナスの110は0ですね110は素因数分解すると2で割って55で5で割って11と出てきますからってことは 10×11 で110という数になる。じゃあ n スの11と n+10 プラス。じゃあ n の値は11かナ1 0 n の値マイナスっていうのはありえないので0より大きいよりということで n の値は10ですね。ということでこちらは10番目の数であると。 n=11 うう <coughs> イコール11となるので答えは11番目の数であるということになりました。これで大問二の1は終わりです。2番の問題です。 1>, えー、1の図のように奇数を並べていき縦と横の数の個数がそれぞれ n となるまで並べるこの時一番大きい数と四隅の数の和を考えるということになっています、えー、例えば n が1の時にはこの4つになるわけで一番大きい数がこれですねでこの4つの数を足した和とこの一番大きい数っていうのを見つけるっていうのをやっていこうということになっていますそこでちょっと練習に n が4の時を考えてみたいと思うんですが n が4の時っていうことはこの中のこれと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 いうことになりますで。まずどんな場合も1は固定ですね。この1の数字は固定されてます。それから右下のところは前の問題で公式を見つけているので n の2乗プラスの n-1 の2乗というふうになっています。まあ ここが n が1の時、2の時、3の時、4の時、n が1の時、2の時、3の時、4の時というふうに考えていただければいいと思うんですが、そうするとですね、次に注目したいのは右上ですね。で、これ、見ていただいたら分かるように、1マスで2ずつ増えています。ってことは、3回2が増える。逆に言うと、こっちからこっちには3回2が減るということですね。 え2が3回減るのでじゃあこの式ここのさっき出した式えこの n の2乗プラスマイナ n-1 の2乗から3回2を減らしたいわけですねでここ n が4のとこですからえ2カッコ n-1 とすればどうでしょうかえここ n が4の時なので4から1減らして3ですね3回。 で二が一二三回減るんだからこの式になりました。えー、今度は左下に行きます。左下の方は今度はこの数に対して二が三回増えると。えー、ここまで来るとわかると思いますけど、じゃあここは n の二乗プラス n-1 の二乗の後にプラス二括弧 n-1 と。 いう,ふうに考えることができましたであれば今回はこれとこれとこれとこれを足した数が四隅の数の和ということになります。また一番大きい数を求める公式はじゃこれで OK とこういうことになってくるわけですね。じゃあまず最初に N が6の時というのが書いてあります。N が6の時のの番大きいい数はととうことなので じゃあ、n イコール6の時の一番大きい数、この公式ですね。これに当てはめていきます。6の2乗プラスの6マイナス1の2乗プラスの2括弧の6マイナスの1。36たす5二2 5そして2、2る5で10ですね。すると、 お71だはい71という風に出てきましたえー、これでまず n が6の時の一番大きい数は71であるという風に出てきました次に四隅の数の和が544になるとえー、これ結構めんどくさいですねまあ普通に考えればこれとこれとこれを そして最後にこれですね足してでこの544になればいいということになるんですけどまあ結果的に今回の式ってここは全部一緒なわけですよねつまりこれが123個あってでここのところ見てくださいプラス2かくを n-1 とマイナス2かくを n-1 これ合わせるとなくなるのでじゃあ結果的には n の2乗プラス n-1 の2乗が3個に1を足せばいいというふうになると式が作れます。え3括弧中括弧がいいですね。中括弧 n の2乗プラス括弧 n-1 の2乗これが3個あってこれに1を足すと。これで公式が出来上がりということになりました。 で結果的にこれの答えが544になるのはっていうことですからイコール544として計算をしてみます。3ちょっとちっちゃい格好にしますね。n の2乗プラスの n の2乗マイナス 2n プラス1でプラス1は544。え括弧の中整理しましょうか。 2n の2乗マイナス 2n プラス1足す1は5441こうしちゃおうかなえー、開いて 6n の2乗マイナス 6n プラスの3そして、えー、マイナスの1こうして543ですからマイ、え、ナ、ー、ス543三は0 3ぐらいでは割れそうな感じがしますけれどもね、せっかくですから、そこを割っていく形にしましょうか。まず3で割っていく、あプラス3は移せばいいですね。6n の2乗マイナス 6n マイナスの540ですね。あこれで因数分解できそうです。6で割れそうです n の2。の乗 7, 6, 6, 6, 6 5, 4. は865490、い、は0では90を素因数分解で2で453で31が33515ですね、えー、まだいけますね3で割って5えー、っと今回はサザンが9と5に 109×10 10で90これですね では、n マイナの1 0と n+9 プラスの9は0で、N が10ととマイナス出てきました、えー、もちろんですね、n の値は0よりも大きいわけですから、n の値は10と。ということで、えー、最後のところ、n は、和が544になるのは、 十の時であるというふうに出てきました。ちなみにこの問題はもう少しね時間をかけてやるということができるんであれば二増えてます。それから六増えてます。そして十増えてます。これをさらにいくつ増えたかで見ていくと四ずつ増えているということがわかります。 まあこれを使うとじゃあ19の次に来るのはいくつかとかっていうのもえ10から4増えればいいんだからプラス14になると19に14を足すから33が来るんだろうなというふうに見つけることも実はできますですから少し考えてね規則性を見つけていくとこの方程式を使わなくても解くことができます下も一緒です6増えて10増えて えそれから、えー、っと14増えてるとじゃあこれも4ずつ増えてるなというふうな規則性を見つけてあげても解くことができますから、えー、もう少し簡単にですね、えー、地味に解いていっても、まあ、時間はそんなに変わらないかなと思います、えー、これを使って少し先までいけば今回の問題は解けるようになっていました、えー、ですからこのようにいくつずつ増えてるかなというような規則性を作りさらに 規則4というね数の規則を見つけることができればえ実はこんな難しい計算をしなくても解くことができた問題にもなっていましたですからここに気づくかどうかっていうのを今回は試されているわけで赤で書いた解き方だけではなく青で一度やってみると意外と簡単にすぐ見つけることができますただし今回の問題はたまたま n が6の時っていうのと544もね答えが10でしたから まあこれを1234まで書いてあるので10個まで頑張って書いてあげれば問題なく解けると、まあ、ここに時間がどのぐらい取られるかっていうことにも関わってくると思うのでこういった問題のパターンを覚えておいて えー、やっぱり試験の現場では一か八か一つずつ書いていくのかそれとも規則性を見つけ出して、えー、その規則性で式を作って方程式で解くのか、まあ、ここら辺はそれぞれに考えていいと思いますただ構成の問題の場合に極端に100番目とか120番目なんていう数字は出てこないと思うので どちらの解き方でやってもそれほど時間には差ができないかなと思います。えー、ひらめきがあるかないかにも関わってくるので、まあ、両方の解き方で解けるようにしておく必要があると思います。